急に顔を緩めてどうしたんですか？というか、まだまだ私は駆け出しアイドルでしかないんですよ。将来は安泰だとか気を抜いていたら、あっという間に足元を救われちゃいますからね。頼りにしてますよ。それじゃ、今日のスタジオにさっさと。したのかってプロデューサー、あなたはそれでもアイドルのプロデューサーですか？一目見ただけでわかるじゃない、あの子のオーラ、まさしく完璧なアイドル。大げさなんかじゃありません、あの子の素質は段違いですよ。プロデューサー、あの子シーカさんをうちで引き抜けませんか？あの子さえいればうちの業績はうなぎ登りです。いえ、私が上げてみせます。私がプロデュースをして彼女をもっと輝かせて、ねえ、私にシーカさんのプロデュースをさせてください。プロデューサー、ちょっと頭を冷やします。それは確かにそうですけど、あの子ほどの逸材に出会えるかどうか、はあ、まあここで話していても仕方ないですよね。とりあえず今日は仕事を頑張ることにします。それじゃ。